マラチは、スペインバレアレス諸島州のムニシピ、マヨルカ島南西部のパルマデマヨルカ都市圏に位置する。公式名は、カタルーニャ5名のマリトキシー。ポントディンカ駅面積は54.18平方キロメートルであり、2015年の人口は35,726人。1932年11月9日に、ムニシピをとなった。自治域の西部には、 パルマデ・マヨルカとインカを結ぶマヨルカ鉄道の本線が走っており、自治体内にはマラチ駅やポリゴンデ・マラチ駅などがある。マラチには中心市街地が存在しない。ソンボネー飛行場に近いポント・ディンカ地区やプラダナ・テサ地区、丘陵地帯にあるポルトゥル地区やサカバネタ地区の各地区が集まって自治体を構成している。自治体議会の建物はサカバネタ地区にある。 経済は農業が卓越しているが、伝統的な陶器産業やポントンカにある大型ショッピングセンターが大きな雇用者数を有している。古くからの集落の周りに新たな住宅地が建設され、またパルマデマイオルカへの道路と鉄道でのアクセスが良好なため、1990年代中頃以降は人口が急増している。 コトネル時代に建設されたマラチ教会は18世紀初頭に遡る。小型機が集まるソンボネ飛行場マラチには、マヨルカ島発の民間空港であるソンボネ飛行場がある。この飛行場は1920年代に建設され、1927年に初の商業運行が行われると、1935年には航空学校が開校した。 1930年代後半のスペイン内戦中には民間軍事供用の空港となり、イタリア空軍はイベリア半島本土を空襲する爆撃機の拠点の一つとして使用した。1946年には税関空港としての機能が追加され、7月には国内便と国際便が就航した。その後には空港の発着回数が増加し、 設備の近内化や改善がなされた。しかし、ソンボニエ空港はより大型の航空機の就航や滑走路の拡張ができなかったため、1959年7月には、マヨルカ島の主要空港の座が、パルマデマヨルカ空港に移った。今日では主に、ゼネラルアビエーションやレジャー飛行などに使用されており、年間七万五千回の発着回数を持つ。手前の住宅密集地は、 パルマで迷るか市街地。左奥がマラチの中心部であり、画面中央の丘陵部分も自治体域である。ありがとうございます。